ノーイチツアーアンダーライン宮城デイツ、ー、テレビで見るより100倍かっこよかった、という声もあれば、こんなに近くで3人を見れるなんて夢のようと語るファンもいた。平野翔、岩ガン・神宮寺優太の3人は、まさに、ライブで生きるアーティストといえる。彼らの存在感、エネルギー、そしてファンへの真摯な思いが一体となったパフォーマンスは、単なる歌や踊りの枠を超えて、 観客と一体感を生み出す特別な瞬間を作り出している。例えば、宮城で行われたナンバーアンダーラインアイイラブツアーでは、多くのファンがその一瞬一瞬を特別なものとして受け取り、感動に包まれた。会場には7千人ものファンが詰めかけ、どの席からもメンバーたちの表情や動きをしっかりと感じ取れる近さが特徴だった。彼らのライブは、まるでファン一人一人に直接語りかけるかのような温かさに満ちていた。 平野翔が客席を見つめながら歌う、愛と、i l Y では、彼の優しい眼差しと繊細な仕草が印象的だった。特に胸に手を当てながら、客席の一人一人に指さして微笑みにかける場面は、観客にとってまさに心が震える瞬間であった。自分のパートでない時ですら、彼は観客を見守り、微笑み続けていた。このような姿勢は、ファンへの深い感謝の念を示しているように感じられる。 彼の演技は、舞台と観客席を分ける境界を消し去り、一つの空間で共有される感動を生み出している。岸優太の存在感もまた絶大であった。彼のパフォーマンスは、力強さと優雅さが同居し、見るものを引きつける。例えば、イズイットミーの最後のシーンでダンサーが一人ずつ紹介された後、彼は急いでステージの中央に駆け寄り、決めポーズを取った。この行動に多くのファンが、 可愛らしいと歓声を上げた。騎士のパフォーマンスには、エネルギッシュさと、ファンに対する愛情が込められており、彼がいかにファンとの瞬間を大切にしているかが伝わってくる。神宮寺雄太もまた、圧倒的な存在感を放っていた。彼の歌声は、観客の心に深く響き渡り、特に、倍247ではその表現力が一層際立った。初日よりも伸びやかで、 彼のビブラートは鳥肌が立つほどの美しさだったという声が多く上がっていた。彼のパフォーマンスには、控えめながらも確かな自信と実力が感じられ、観客を魅了し続けた。ライブ前の期待感も凄まじいものだった。ナンバーアンダーラインアイコールが響き渡り、会場全体が高揚した。その声援に対して、メンバーも喜びを隠せず、その場の雰囲気がさらに温かくなった。 観客一人一人がこの瞬間を待ち望んでいたことが伝わってくる。また、ステージだけでなく、スタンド席やアリーナ席も、すべての観客が楽しめるように工夫された演出も、ファンを大切に思う彼らの気持ちが表れていた。このライブで特筆すべきは、平野、岸、神宮寺の3人が、それぞれ個々の魅力を存分に発揮しながらも、グループとしての一体感を見事に表現していたことだ。 彼らはただ単にステージに立つだけでなく、ファン一人一人に心を寄せる姿勢を貫いていた。実際に、ファンは、3人とも自分と目があった、と感じるほど、彼らの視線や表情は親密であった。これは、単なるパフォーマンスではなく、ファンとの直接的なコミュニケーションの一環として捉えられるだろう。このような体験を通じて、多くのファンが感動し、心に深く刻まれる瞬間を得た。 彼らがファンに向ける優しさや感謝の気持ちは、ライブの一瞬一瞬に現れており、観客との距離感を埋める役割を果たしていた。宮城公演を終えた多くのファンが、まるで夢のようだった、と語り、余韻に浸っているのも無理はない。実際、ファンが、翔くんと目が合った瞬間、時間が止まった、と語るように、彼らのパフォーマンスは単なるエンターテインメントを超えた、特別な体験であった。ライブ終了後、 多くのファンが興奮を抑えきれず、SNS にその感動を書き込んでいた。テレビで見るより100倍かっこよかったという声もあれば、こんなに近くで3人を見れるなんて夢のようと語るファンもいた。このような感想は、彼らがどれだけファンとのつながりを大切にし、その瞬間を全力で楽しんでいるかの証明である。もちろん、ライブそのものの成功は、彼ら自身の努力と才能に加えて、 ファンの協力と熱意があってこそのものである。ライブ中、銀テープを譲り合うファン同士の優しさや、会場全体が一つになって盛り上がる光景は、彼らの音楽とファンとの関係性がいかに強固であるかを物語っている。特に遠征してライブに参加したファンの声が多く、遠征して本当に良かった、との言葉があちこちで聞かれた。これは、平野、騎士、神宮寺の三人がいかにファンの期待に依頼。 それ以上のものを提供しているかを証明している。ライブの中での何気ない瞬間にも、彼らのパーソナリティや思いやりが溢れていた。例えば、MC 中に平野が、座ってねと何度も優しくファンに呼びかけたにもかかわらず、興奮した観客が立ち上がり続けたとき、座ってって言ってるでしょと少し怒った口調で言い直した姿は、観客を大切に思うからこその行動だと言えるだろう。また 騎士のパフォーマンス中の茶目っ気や神宮寺のクールな一面が垣間見えた瞬間もファンにとって特別な記憶として残るに違いないこのように平野翔、岩優太神宮寺優太の3人が織りなすライブは単なる音楽イベントではなく観客とアーティストの絆が深まる場であるそしてその場にいた全ての人々が特別な思い出を持ち帰り彼らとの絆をより一層深めたことは間違いない ファンが涙を流し、感動を共有し合う光景は、彼らが提供する、ライブという一瞬が、いかに大切で、特別なものであるかを如実に物語っている。これからも、平野翔、岩優太、神宮寺優太の3人がどのように成長し、ファンと共に歩んでいくのか、その未来が楽しみでならない。彼らの才能と努力、そしてファンへの深い感謝の念が、 今後もさらなる成功と感動を生み出し続けることだろう。このライブツアーがその一つの象徴であり、彼らの真摯な姿勢が、これからも多くの人々を魅了し続けることは疑いようがない。このライブツアー、ナンバーアンダーライン愛を通じて、平野翔、岩優太、神宮寺・優太の三人は、彼ら自身の成長と進化を見せつけた。同時に、彼らがこれまでに築いてきた絆が、 ささらに強固ななもものととっていることも感じさせた特に、3人がファンとの間に培った信頼関係は、時間をかけて丁寧に築き上げられたものであり、その結果がこのツアーで発揮されたのだろう。ライブはもちろんのこと、その前後の交流や SNS を通じたファンとの対話など、あらゆる面で彼らの誠実さと温かさがにじみ出ていた。ライブツアーが終わりに近づくにつれて、会場全体には一種の寂しさと、 それに打ち勝つ感動が漂っていたファンもまた彼らがこの瞬間を大切にしていることを肌で感じていたのだろう。アンコールの際、観客は熱心に彼らを呼び戻し、3人はステージに再び登場すると、まるでその場にいる全員と一緒にこの瞬間を共有したいという思いが込められたように見えた。彼らのパフォーマンスは一貫してエネルギッシュで、最後の1曲まで観客を引きつけ、感動を呼び起こした。 このようなライブ体験は、ただ単に彼らの音楽やダンスを楽しむ以上の価値を持っている。それは、アーティストとファンの間で築かれる特別な絆であり、一度ライブ会場に足を運んだものには、その感覚が永遠に残るだろう。特に、彼らが直接ファンに向けるメッセージや、ステージ上でのちょっとしたしぐさ、笑顔、そして言葉の一つ一つが、その絆を強くしている。平野、岸。 神宮寺の3人がこれほど多くのファンに愛され続けている理由は、彼らがファンを単なる観客としてではなく、一緒に歩む仲間として大切にしているからこそである。また、このライブを通じて感じられたのは、彼らのプロフェッショナルとしての姿勢だ。ステージ上での一瞬一瞬に全力を尽くし、完璧なパフォーマンスを提供する姿は、日々の努力と鍛錬の結果であることは言うまでもない。どんなに疲れていても、 ファンの期待に応えるために笑顔を絶やさず、最高のパフォーマンスを披露するその姿勢は、多くのファンにとって尊敬と感謝の対象である。ツアーが終わった後、ファンの多くはその余韻に浸りながら、再び彼らの姿を追いかけたいという思いを募らせていた。ライブでの感動や喜びが SNS 上でも多く共有され、それぞれの感想や思い出が語られる中、彼らの次なる活動への期待も自然と高まっていった。特に 彼らがこれからどのような方向へ進むのか、そしてどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、多くのファンが興味津々である。彼らの今後の活動については、明確な詳細がまだ発表されていないが、ファンは間違いなく彼らの次のステージに大きな期待を寄せている。彼らがこれからどのような新しい音楽やパフォーマンスを生み出し、ファンとの絆をさらに深めていくのか、その道のりは誰にも予測できない。しかし、 確かなのは、平野翔、岩優太、神宮寺優太が持つ才能と情熱は、これからも多くの人々に影響を与え続け、彼らの歩みが止まることはないということだ。ライブを終えた直後、多くのファンが語っていたように、彼らのパフォーマンスは心を揺さぶるものであり、まるで夢のような体験であった。これは、単なる一時の感動ではなく、彼らが積み重ねてきたキャリアとファンへの思いが生み出した成果である。そして、 このような感動は、これからも何度でも繰り返されるに違いない。彼らが次にどんなステージに立つのか、どんな新しい物語を描くのか、そのすべてがファンにとっての新たな楽しみであり、期待である。これから先、彼らがどのような未来を切り開いていくかはまだ未知数であるが、確かなことは、彼らの努力とファンへの感謝の気持ちがあれば、その未来は明るく、さらに多くの感動を生み出すに違いないということだ。 ファンもまた、その瞬間を共に体験することを心待ちにしている。平野章、岩優太、神宮寺優太の3人が紡ぐ物語は、これからも続き、さらに多くの人々を魅了していくだろう。それは、彼らとファンとの永遠の絆によって支えられた、終わりのない旅路である。